ウクライナ軍が、ついに南部ヘルソン州を奪還間近に、ロシア高官の撤退発言で現実味との情報をキャッチしたよ。ハイマースでの橋破壊戦略で補給路断絶、ロシア軍は撤退時にも苦戦を強いられているな。やはり、補給路を断つことで戦況は大きく転換することが分かったよね。そうだね。さて今回は、南部ヘルソン州奪還間近について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年11月3日、ウクライナ南部ヘルソン州においてロシアから任命された新ロシア派行政当局の幹部である、キリル・ストレムソフ氏が、ロシア目のテレビ局とのインタビューにおいて、ロシア軍部隊と州行政府は全てがドニプロ川の東岸に移動する可能性が高いと述べて、ロシア軍がドニプロ川西岸から撤退する可能性を示唆したよ。アメリカの CNN が、ヘルソン市の住民からの話として、自分たちの知る限りロシア軍の大規模撤退は行われていないとしているものの、最近のロシア軍の行動には通常と異なる動きが見られるとしていて、市内に設置されていた検問所の一部が撤去されたと語っていると伝えたんだ。また、ヘルソン議会の幹部であるユーリ・ソボレウスキー氏が CNN に対して、最前線により近いヘルソン市北方や西方の集落では、一部の検問所からロシア人が撤退していると述べたほか、住民の証言を裏付けるかのようにヘルソン市内でも検問所が減少していることを明らかにしたみたい。3日に SNS に上げられたヘルソン市内を撮影した動画では、市内の主要行政庁舎の建物にはためいていたロシア国旗が下ろされていて、この動画についてはソボレウスキー氏も確認しているというよ。その一方で、現地に入っているロシア人記者は、ヘルソン市内を車で回ったが、ロシア国旗が掲揚されていないのは組織的な現象ではなく、その他の行政庁舎や教育機関では依然としてロシア国旗が掲揚されていると報じていて、事の真相は不明とされているぜ。ロシアは情報操作するから、真相はわかんないよね。ストレムソフ氏による退却発言が真実として、ウクライナ軍が州都ヘルソン市を奪還することがあれば、2月24日の侵略開始以降において、ウクライナ軍にとって最大の戦果となるんだけど、ウクライナ側や西側諸国の軍事専門家からはロシアがフェイクニュースを流して、ウクライナ軍を罠にはめる可能性があるとして慎重な見方をしているね。卑怯なロシアがやりそうなことだよね。ヘルソン州は、プーチン大統領が9月末に北東に境を接しているザポリージャ州及び、東部ドンバス地方のドネツク州とルハンシク州とともにロシアへの併合を宣言した経緯があり、4州はロシア領だとして、ロシア軍が撤退するとの噂をロシア側は完全に否定していたんだ。ヘルソン州の州都ヘルソン市は、2月24日に始まったウクライナ侵略開始後、ロシア軍がほぼ無傷で占領した唯一の州都で、そのため、プーチン大統領にとってヘルソン市を奪還されることは、戦果を失うだけでなく権威をも失う可能性があるとされ、簡単に手放すとは考えにくいよね。ウクライナ軍は、ヘルソン州を東西に2分するドニプロ川の西岸に展開しているロシア軍の補給路を断つ作戦を立案し、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースによって、長射程で GPS 精密誘導が可能なロケット弾を用いて、ドニプロ川に架かる3本の橋を攻撃して戦車や大型車両の通行を困難にして、動画は東岸からの西岸への補給を遮断したんだけど、これらの状況によって、ドニプロ川西岸の2万5000人ともされていたロシア軍部隊は窮地に陥っていることが確実視されていて、ヘルソン市を含めた西岸からの撤退の可能性が高いと見られていたってわけ。しかしながら、ロシア軍が撤退する動きを見せている中で、ヘルソン市内に増援部隊が到着したとの情報や、ヘルソン市内で新ロシア派行政当局によって徴兵されたウクライナ人が塹壕を掘らされているなどとの情報もあり、そのため、ロシア軍がヘルソン市を死守するのか、あるいは放棄するかは全く不明な状況にあるな。ヘルソン市からドニプロ川を上流に 60km ほど遡ったノバカホフカには水力発電所があって、大きな貯水湖を形成するダムが存在していて、このダム上には道路橋が架けられているんだけど、ウクライナ軍がハイマースによる攻撃で通行を不能にしているものの、ダムには損傷を与えないようにしているね。しかしながら、このダムにロシア軍が爆薬を仕掛けたとの情報をウクライナのゼレンスキー大統領が発信していて、西側諸国に対してロシアにやめさせるように動いてほしい旨を伝えていたんだ。もしダムが破壊され、カホフカ湖とも呼ばれるこの貯水湖の膨大な量の貯水が一気に下流に流れることがあれば、流域にあるヘルソン市のみならず多数の村落が流され甚大な被害が発生するであろうことから、ウクライナ軍はこのダムの確保を急いでいると見られているぜ。しかし、11月4日時点でウクライナ軍がダムを確保したとの情報はないな。そのため、ヘルソン市内からロシア軍や新ロシア派行政当局が撤退したとして、
ヘルソン市内やドニプロ川流域にウクライナ軍を誘い込み、ダムを決壊させて身動きを取れなくする作戦である可能性は否定できないよね。また、ドニプロ川周辺一帯を水浸しのぬかるみにすることで、ヘルソン市付近からのウクライナ軍が渡河することを防ぎ、海軍戦力が皆無で水陸両用作戦を展開できないウクライナ軍がクリミア半島奪還を目指すには、さらに 150km 以上上流のザポリージャ島で大きく迂回しなければならず、その間にロシア軍が体制を立て直すことができるんだ。あくまで人ではなく場所生きる術を奪うというのが、戦争には欠かせない作戦になるからな。でもこれだけ容易周到な奪還ができるのもすごいよね。その反面、ドニプロ川を水源としているクリミア半島への水の供給が、洪水によって困難になることが予想されるため、ロシア軍のノバカホフカのダム破壊はブラフであるとの指摘もあるよ。しかしながら、ウクライナ軍はたとえ罠であったとしてもヘルソン市奪還を諦めるわけにはいかず、このところ現地の天候は雨が続いて道がぬかるんでいることもあって、ロシア軍の出方を見るかのように少しずつヘルソン市の包囲網を縮めているものとみられているんだ。このヘルソン市攻防戦について、アメリカのオースティン国防長官は11月3日に、国防総省で行った記者会見において、ロシア軍が撤退を準備しているのは本当かとの質問には直接答えなかったものの、ウクライナ軍がロシア軍を押し返すことができるとの見方を示し、ウクライナ軍にはドニプロ川西岸とヘルソンを奪還する能力があると確信していると述べているよ。プーチン大統領は、ロシアの祝日民族統一の日にあたる11月4日、ヘルソン州で活動するボランティアスタッフらに対してヘルソン州の住民を危険な戦闘地帯から退避させるべきだと述べて、現地の状況が悪化していることを認めていて、11月4日に AP 通信が報じたところによると、ヘルソン州内の住民をドニプロ川東岸地区に避難させているとみられる親ロシア派行政当局は、ウクライナ軍の大規模な攻勢を想定して、さらに多数の住民をクリミア半島へ移動させているみたい。ロシア政府からヘルソン州知事に任命されたウラジーミル・サリド氏は、避難対象地区をドニプロ川西岸から15キロの範囲に拡大し、住民をクリミア半島のジェンコイまでバスで移動させた上で、そこからは鉄道でロシア南部のクラスノダール地方に向かわせているんだ。ジャンコイに避難してきたある女性は、ウクライナ軍からの砲撃が激化しているとされているヘルソン市には、もう誰もいないと語ったらしいぜ。この拡大された避難区域からは、さらに7万人の住民が移動しているとみられ、今週中にも完了する予定だとされているけど、新ロシア派行政当局はその理由として、ウクライナ軍がカホフカ貯水池のダムへ大規模なミサイル攻撃を準備しているため、ロシア政府から住民の避難を命じられたと説明しているんだ。ウクライナ政府は3日、これらヘルソン州での住民強制移動に加えて、ザポリージャ州においても住民を強制的に移動させているとして、ロシアが罪のない子供や女性、高齢者に大規模な人道的苦難を窮乏していること派、ジェノサイド罪の防止と処罰に適する条約に違反するとして、国際社会に対しロシアに一段の制裁措置を導入するよう呼びかけているね。今回のロシア・ウクライナ戦争では、ロシア軍によるウクライナ民間人への拷問や暴行が世界中で非難を浴びたけど、この影響で国際社会ではロシアの孤立がかなり顕著になったよね。現代では SNS やメディアで戦争の様子がすぐにわかるから、余計にロシアの非人道さを目の当たりにする機会が多くあるもんね。世界がこの事態に黙っているわけはないし、戦争は、あくまで国と国の対立で、戦うのは兵士同士というのが定説だけど、やはり現実的な戦争は弱い人が中心に狙われてしまうから。ロシア・ウクライナ戦争も例外ではなく、ウクライナ兵士ではなく子供や女性、高齢者を中心に狙いを定め、数々の非人道的な行為を行ってきたぜ。これ以上ロシアの好き勝手にさせてはいけないよね。ウクライナは西側諸国から支援をもらっており、当初からは考えられないほどの勢いをつけているし、このままいけば、ロシアの強硬的な態度を売ることだって可能かもしれない。ウクライナには、ロシアの身勝手さに負けずに頑張ってほしいと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。